マウントバッテンピンク、またはプリマスピンクは、迷彩色の一つ。グレーのかかったモーブに近い。マウントバッテンピンクの名は、第二次世界大戦中のイギリス海軍軍人、貴族であったルイス・マウントバッテン卿が最初に考案したことに由来する。マウントバッテンは、戦団護衛任務中に、ラベンダー色のユニオンイコールキャッスルラインの船が、死にしにくくなっていることに気づき、 夜明けもしくは夕暮れ時に指揮下の艦が発見されにくくなることを期待して導入したものであった。不明確な成功にもかかわらず、専門家によって通常のニュートラルグレーが最善の塗装であり、マウントバッテンピンクは最悪の場合艦艇をより目立たせてしまうものであると判定された。1940年、イギリス海軍本国艦隊第五駆逐艦船隊。 機関、ケリーの艦長県船隊司令として、戦団後営任務中であったマウントバッテン卿は、戦団のある船が他の船よりもはるかに早く視界から消え去ったことに気づいた。その船はユニオンイコールキャッスルライン所有の客船で、船体がラベンダー色のようなグレーのかかったモーブに塗られていた。マウントバッテン卿は、この色は、 感染がたびたび危険にさらされる時間帯である夜明けや夕暮れに効果的な明細色であると確信し、船体の駆逐艦をミディアムグレーに少量のベネツヤンレッドを混ぜて作った似た色の顔料で塗装した。その効果について公式な試験がなされていなかったにも、かかわらず1941年初め以来他のいくつかの官邸も同様の明細を施すようになった。 後に改良されたマウントバッテンピンクは、艦艇の上部構造物をわずかに明るくしたマウントバッテンピンクで塗り分けるものであった。1942年の暮れまでには、駆逐艦やそれ以上の大型艦すべてがマウントバッテンピンクを廃止したにもかかわらず、小型艦艇では1944年まで使用が続けられたと考えられている。マウントバッテンピンクの最大の問題は、 空がピンク色ではなくなった正午頃ではむしろ目立ってしまうことであり、そのような時間帯では従来のバトルシップグレーの方が目立たなかった。アメリカ海軍は実験的に類似の塗装を行っており、少なくとも一隻ポーター級駆逐艦ウィンスローがそのような塗装を行っていた。敵であったドイツ海軍もまた明るいピンク色の塗装を試みていた。イギリス海軍が 1944年4月に、英仏海峡で沈没したドイツ海軍の S ボート S147 の乗員を捕虜として尋問した記録によると、彼らは S147 に施したピンク色の塗装が効果的であると信じていたと述べている。マウントバッテンピンクに関する逸話の一つであり、信憑性に乏しいものとして伝えられているものに、軽巡洋艦ケニアのエピソードがあるの相性があった。 ノルウェー沖の北西島をイギリス軍コマンド部隊が攻撃したアーチェリー作戦でケニアは作戦の援護を行ったがドイツ軍の沿岸砲台から数分間の砲撃を受けた。しかしケニアは資金弾による軽微な損傷を受けただけであった。これはケニアのマウントバッテンピンクがドイツ軍が着弾観測のために砲弾に充填していたピンク色の線量と似ていたため 敵の観測手に砲撃の水柱とケニアの位置を判別困難にしたからだという。こうした逸話や色を幻惑するという上院たちの個人的な経験がマウントバッテンピンクを施された官邸の上院たちをこの迷彩の重要な支持者にしていた。迷彩の専門家たちはマウントバッテンピンクがプルキニエ現象によって官邸をかえって死認しやすくしてしまうものであると気づいた。 また専門家たちは、無等正な混色によって推奨されるよりも多くの赤色を加えてしまうことにもたびたび不満を漏らしている。最小限の赤色でさえ、ほとんどの濃度の青色より注意を引いたので、そのような不適切な混色は破滅的であった。海軍本部の手引き書きは、マウントバッテンピンクを次のように結論づけている。海上での明細塗装で有効なものは、 等しいトーンのニュートラルグレーに他ならない。そして、さらに言えば、その赤みが何かしらの影響を及ぼすのに、十分なほど赤色の著しい特性を備えているのであれば、その色は一般的に隠蔽を助けるよりも、むしろそれを邪魔するであろう。以下は、マウントバッテンピンクを塗装していた鑑定の例である。当時のモノクロフィルム写真では、判別が難しいため一部推定を含む。 濃い色調のマウントバッテンピンクで塗装されたピンクレデコと軽巡洋館ケニア。上部構造物の一部はニュートラルグレーで塗り分けられている。1942年5月撮影。ありがとうございます。